昨日までの幸せを思い返すだけの今日では、あれ、いやジミーさんじゃないですか。ジミーかい、おい、え、ジミーかい。ジミー、俺だろ、俺だろ。いや、ジミーさん、いや、ジミーの方かい、取りに来たの。俺のライブなんだよ、これから。今日はライブですか。そうですよ。いや、ほら、さっきまでほらルミネの出番一緒だったじゃない。音楽ライブをやるとルミネで小耳に挟んだもので。おお、来てくれたの。来ましたよ、こんな遠くまで。一番のファンと公言しましたけど、はい、タテモルの歌をね、うん、まあ、何曲かいろいろかけてるんじゃない。かけてるね、YouTube で。うん、もっとかけてもいいんじゃないかって思ったの。あ、曲をね。曲を、いや、そう、やっぱ曲をね、やっぱちゃんと聴いてもらいたいのよ、俺。畑に歌ってばっかりじゃないですか。そう、畑、お前が歌わせてんだよ。ライブの空気っていうのも、うん、お伝えするのもいいんじゃないかなって。あ、いいね。なんで、はい、僕は一切使わず歌だけ使わない。なんでやねん、関西弁出ちゃったわ。ルミネ終わり。もういっぱいツッコミ聞いちゃってるから、感化されちゃって、なんでやねんって言っちゃったから。ここにね、はい、一緒に主催してくれてる新村くんと言いまして、すごいですよ。新村くんのおかげで自信持てたと言ってもね、過言じゃない。世間の人たちはさ、有名だからね、いいとかさ、はい、そういう中、ちゃんと曲、そして歌詞を聴いて、はい、僕の中で三大アーティストのうちの一人だっていうふうに言うんですよ。三大アーティストの一人が竹森拓実。そのうちの、その三大のうちの二人、誰でしたっけ。カンとカン、マッキーと竹森です。よっしょ。優しいのが好きなんですね。もちろん、もうね、やっぱ心に響くのがいいんですよ、ね、やっぱり。なるほどね、はい、ジミーさん、はい、どうですか、竹森の音楽は。知り合って何年目だっけ。6年ぐらいになるかね。か、俺が言うのもなんか成長してるよね。成長してる、うん、プロのミュージシャンですからね。いや、僕が言うのもなんですけど、うん、ジミーさんも成長してますね。いや、本当にお前が言うのもなんだよ。ありがとうございます。いいんじゃないですか、大輝さん、今後頑張ってみるから。今日も聞いてくれるということで。いや、ほんとね、ジミーね、こうやってこうカメラもあったらね、こんな感じで車に構えた発言するけどね、リハの時はもうずっと、いや、これいい曲だ、これいい曲だ、いや、これいい曲、ずっと言ってくれてるから。それを言ってもらいたかったのに。そうそう、言ってくれた。昨日までの幸せを思い返すだけの今日では寂しすぎると思うから、今年も踊るよ盆踊り。血を這うような三味線と太鼓の音色に誘われて、集まる人の輪は広がる、全てを忘れて盆踊り。提灯の明かり薄暗く、夢か幻のような夜、あの人を見たまか現実か、おぼろげ月夜の盆踊り。Thank you.
チャンネル登録お願いします。お願いします。わわわ。